ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。バラバラ、バラバラ、ラ。はい、なやこれ、いやちょっと酔うな、今のこれぐらいの感情ってことでしょ。いや今日はね、ほんと、もうマシンガンをぶっぱなしたいですよ。マシンガンをぶっぱなせですよ、ほんと。いやもうね、今日一人ね、呼びつけてるんですよ。はい、はいはい、その方はこちら、はい、ドゥン百獣の王、コクタケリソーの百獣の王、コクタケリソーのチャンネル、ありがとうございます。そうです、新しいオブリングできたんだ。ありがとうございます、いただいたやつ。はい、ありがとうございます。みんな怒ってるんですか。怒ってますよ。いやー本当にこんなことありますか、山田。いやー本当俺ら泥に塗られてるようなもんだ。こんな裏切り行為ありますかね。いやいやいや、裏切りも裏切りですよ。びっくりした、びっくりした。すいません、何をしてるんですか。いや僕は見てください、何にもいないと俺たち歩いてるんですよ。もう対外してくださいよ、情けがない。生で食べても美味しい。見ました。いやー見ましたよ。あのニュース見ましたって言う前に、うん、うちのコメントでも来るんですよ。俺コメントで知ってそれからニュースを見るっていうパターン多いのよ。報告もなしですか。そう、ヤフーに。ノブチン結婚しましたね。ヤフーも乗ってますって。はぁと思って、びっくりした。結婚されました。言ったら俺とお前、はい、そしてディレクターもこいつだったわけだから。はい、まあそうだな。お前もだろ、お前も騙されたわけだ。そうですね、騙されてますわなあ。テゲ接待。ああ、テゲ接待です。宮崎の特番テゲ接待。はい、3人とも今一人じゃないですか。そうですね、見事に独身でございますね。見事ですよ。一回したから、うん、なんかまあ、ね、結婚イコール幸せじゃないなっていうのは分かってるのね、うん、そうだったんですか。じゃあまた集まりましょうよ。報告会よ、報告会とか。あの後どうなるか。腹渡り寝るか帰ってますよ。3人でロケしましたね。楽しくロケして、これから俺たちね、もう言ったら独身が3人いる中で、はい、どうやっていこうみたいなトークをしていったじゃないですか、はい、絆できたみたいな感じありましたよ、ちょっと、結婚イコール幸せじゃないみたいなことも。いや言ってました。あれだね、言ったのに下の根も乾かぬままとは、まさに下の根どころか先も先も唇も乾かねえうちから、私はバツイチだけどっつって、まあ、ちょっとお姉さん的に言ってきましたよね。はい、だからやめた方がいいと。結婚はもうゴリゴリ。はい、いやマジで、いやもう10個下のパイロット。いやマジで、いやマジで、まだまだ、うん、7つ上の会社員の方とかだったら、そうですよ、我々もこんな、うん、こんな集合はしてないです。ないないです。10個したら10個してもパイロットだから集合じゃん。そりゃそうですよ、まあ、それ、それはもうプラスされてるってことだ。10個上の工場長だったら俺はもうパンバイザーしてました。バンバーイってもう工場に一緒にね、本当そう、工場を一緒に盛り上げていこうみたいなことだったらいいんですけど、10個への工場長だったら私はもうバンザーイ、ロムチンバンザーイですよ。はい、この10個したらパイロットは、いやー、パイロットって大体どれぐらいの年収あるか知ってますか。5はいけますね。マジで、いけますね。 5です。マジで、パイロットの竹竹さんの4分の1ぐらいです。まあそうだな、お前の4分の1か。お前どうなんだ。丸かぶりしたら、丸かぶりしたら目で。ほんま百獣の王ですよ。ほんま俺らなんてもうほんま
いや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 、もうアリンコですよ。金棒みたいですけどね。金棒って上等や。お前無数の玉虫みたいな、カエルみたいな、玉虫みたいな、アフリカにいるアフリカツノガエルみたいな。いいね、毒を持っている。アメリカスノーガエルみたいな。でも今日はそうじゃないです。そういうこと、ここがもう教頭ですよ。あれ来るんすか？呼びました。のぶちんに、あのちょっとお話ししたいことあるんですよって言ったら、うん、どうしたんですかって言うから、お久しぶりですって言って、ねえ、いろいろあったじゃないですかって言ったら、あっ、って。ちなみに宮崎信子さんはどうやって倒すんですか、うん、倒す方。あんなもん女性で体重50キロちょっとしかないですから、うん、もう何の文句あるんですかって言って向かってきて一発もらってやります。まずは女性なんでレディーバースね、うん、ドーンって、むしろここからもう正当防衛ですから、うん、ドーンってもらったってことでここにいますから、うん、そしたらガッとこのまま担いでビターンって言ってますから、50キロビターン、はい、ビターンですから、ビターン、まあ、骨盤もビターンってなります。これでグッとしちゃいますよ。はい、どうぞ。どうぞ。どうも。こんばんは。こんばんは。いやー、ねー、あ、どうも。もう撮ってんですか？はい、撮ってます、もう。撮ってんですか？もう待ってます、待ってますね。はい。ちょっと待ってください。あ、大丈夫です、大丈夫です。そんな、そんな。まあ、まずは。まずはね、まずは。はい、はい。めっちゃ髪伸びましたね。あ。髪伸びましたね。いや、僕の話はいいですね。そうよ、もう。あーねー、おめでとうございます。僕の話はね、でー、おめでとう。いやいや、もう上脱がれた方がいいか。もう暑だってもう暑くはない。もう今ね、熱々じゃないですか。今日めっちゃ寒いじゃないですか。今日はめちゃめちゃ寒かったですよ、確かに。今日ね、名古屋から帰ってきたんですけど、うん、あの辺まで全部雪で、そう、新幹線が遅れるぐらい今日本列島が冷え冷えなのに、そんな中熱々の宮崎信子さんです。いやーねー、ありがとうございます。僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら、よくそれだわ。なにないじゃん。マッチの曲。マッチの曲。マッチ覚えてないじゃないですか。結婚しようよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、どうぞ。はい、失礼します。ね、めでたいニュースですね。いやいやいや、ありがとうございます。暗い世の中に。喜んでるのは僕ら二人だけじゃないです。本当ですか。喜んでるのは僕らたち二人だけでは。二人だけだと思ったら大間違いです。本当そうです。本当ですか。はい。え、どういうこと？おめでとうございます。竹井さんです。おめでとうございます。どうですか、このスリーショット。どうも、ほんと、どうも、いいね、座ってください。このスリーショット、もう分かりますか、何なのか。懐かしい。どうも、懐かしい。ねえ、懐かしい。やばい、1年ぶりだ。確か、こんな座りもたくさんありましたよね。はい、ありました。いやー、でもさっきまでね、テレビ見てましたよ、うん、出てましたよ。そうそう、さっきまでテレビも出るしテレビ終わったらこうやって駆けつけてくれるのが、はい、やっぱり武井壮ですよ。はい、約束は守る男、絆を大切にする男で言ってますから、我々ね、我々は約束通り、はい、はい、はい、そうです、約束通り、はい、僕もですね、うん、はい、絆というものを大切にしますから、はい、やっぱりね、もう言葉に二言はない、はい、嘘偽りのない人生を我々は送っているということです、はい、おめでとうございます。信用が一番の商品。いや懐かしいですね、ほんと1年前。何ですか、怖い顔が怖い。何顔怖い顔。いや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 、顔怖い、全然怖くないです。ちょっと本当のこと
と言ってくださいよ。何ですか？なんか顔怖い。めっちゃ顔怖い。そんなんじゃなかちょっと見る、はい、何を見ましょうか。ちょっと見たいものがあるんですよ。確認をしたいことがあるのためにちょっと見ましょう。1年前、あ、焚き火しながらね。ちょうどこの座りだっけ。あ、お前同じ短パンじゃん。はい、そうです。あの時のことを思い出して、全く同じ短パンで、はい、絆を大切にする男ですから。なるほど、なるほど。トムチームはどうだったんですか？なんか、一回したから、うん、なんかまあ、ね、結婚イコール幸せじゃないなっていうのは分かってるのね。うん、そうだったんですか？深い。みんなした人は思ってると思います。そうなの。いや、結婚したらその人生がバラバラになるとか、あ、まあね、なんかもう結婚したらもう私は絶対幸せになるって思ってる女の子たくさんいると思うんですけど、目指すだけじゃねえ、絶対そんなことないんだよ。いや、でも間違ったことは言ってないじゃないですか。間違ってはないですよ。やばい。はい、もうこの時は実はあれですよね。何ですか？お付き合いされてたってことですよね。まあ、付き合ってるか付き合ってないかっつったら付き合ってはいますよね。それはご結婚を考えている前提の上で付き合ってらっしゃったんですか？結婚というか、まあ、一応結婚の話は出てましたけど、うん、どちらから？一応そういう話をいただいたけども、ええ、まあ2回目なんで、ええ、ちょっとまあ様子見ましょうというか。ああ、もうパイロットの方から言われてたんですね。もう夜間飛行に連れて行かれてたってことですか？もうファーストフライトは終えてた。ファーストフライトは終えてたってことでしょうか？そうなんですね。どういうことですか？ロマン飛行ですよ。ロマン飛行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 してたってことですか？もう。じゃーん、じゃじゃーん。そうよ。じゃじゃーん。もうやってたわけですか？もう。ミットで。やってたんですね。勝ったりですよ。やってたんですね。お前何式の飛行機だ。だってもうね、罰も1ついてるし、はい、もうちょっと次の結婚っていうのはコリゴリだみたいなことを言われてましたよね。はい、オンエア上はまだそこまで出てないですけど、うん、1日中ロケしましたから、うん、2日ですか、うん、2日間ね。そのロケバスの中では何にもない私も、うん、言ってましたよねみたいな。言って、そんな2人あったよね。で、本当に僕らも乗っかってそれに、うん、本当にどうしようかねっていう話を3人でして、今後お互い、うん、助け合っていきましょうねみたいな。そうよ、何かね、誰かいい人あったらお互いにみんなそういうのをね、うんうん、いましたらっていうの言ってましたよね。のぶちん、はい、聞いてました。うん、まあそうですね、そういう話もしましたよね。ね、はい、しました。で、なんでこういうことになってるんですか？いやいや、だからその結婚イコール幸せじゃないですよねって話も分かってるんですよ。だから別にそのね、再婚したからイコールもう幸せじゃないじゃないですか。そう、いろいろあるわけじゃないですかね。再婚なんて、今幸せじゃないのかな。今幸せじゃないんですか？幸せじゃないっていうことじゃない、幸せじゃないっていうことじゃないで、ないでしょ、うん、ただそのやっぱり一回結婚してるじゃないですか。はいはいはい。その時に私はもう、うん、絶対離婚はしないだろうと思ってたんですよ。その1回目の時はね。そう、うん、でやっぱりそのいろんなね、人も関わってくるじゃないですか、結婚となると、うん、まあまあそりゃそうでしょう、うん、ね、もう家族っていうのができてくるわけだから、はい、だからもうこれは永遠のものなんだろうなって思ってたのに、うん、しても3年ですよ、うん、で終わったわけですよ、うん、そう、はい、だからやっぱり今回もなんかやっぱこう慎重に慎重に、うん、もうほんと石橋叩きまくって、うん、こう
あの一応結婚はしましたけど油断はしませんよみたいな何うまいこと言うね結婚はしましたけど油断はしないそう意義ありです、はい、はい、はい、そうさん意義ありです、はい、そうさん、はい、そうさんニュースを拝見させていただきました、はいはい、石橋を叩いたならば、うん、あのお相手の方の年齢や職業も、うん、あまあ僕はそういう年齢や職業で、うん、あの人を測ることはしませんけれども、うんうんうん、叩いた割には、うん、お若くて、うん、お派手な職業の方だったなっていう感想はちょっと持ってますが、叩いて本当に叩いたのかなっていう気はしています、はい、おいくつの方で何をされている方でしたっけ、はい、のぶちんのお口の方から言ってくださいご自分で、はい、おいくつおいくつまあそうですね10歳若いですね10歳なんやそのニヤニヤっぷりひどいひどい10歳若くて年下のいやのでも年下の年下の運転手ですでも幸せじゃないんですどういうことなんですでも幸せじゃないですよねだってさっき言いましょう、そうね結婚が幸せじゃない幸せではない幸せではないあの調子には乗らないと言ってるんですわかりますかあのね、はい、どっち何言ってんですか10歳若くてね飛行士ねパイロットさんとも結婚してる段階で調子に乗ってるでしょ10歳下のパイロットと結婚するなんて調子に乗られてるんじゃないでしょうかそれはどうでしょうねそれはそうでしょうねこれを分かりやすい例えで言うと、もう私が10歳年下のアイドルと交際してますみたいな、うん、それは調子に乗ってないって言えますかそう、それは調子取り調子乗ってますよね調子取りで調子乗ってます、はい私で言う10歳ちょっと調子下って私で言う10歳年下のアイドルじゃもうないじゃないか、お前43やから、もう10歳年下の43。私じゃあ、私、そうですね、ちょうど10歳さ。女子アナ、女子アナ。10歳年下の元女子アナ。あ、女子と結婚したら、調子には乗ってない。調子には乗ってないから。調子には乗ってない。でしょ調子、その場合はですよ。調子乗らないですよ。いやそんな問題じゃないですよ、うん、だってあそこで本当に絆が生まれて、うん、宮崎を3人で旅して思い出も語った、うん、いや楽しかったですねそしてみんなでこう今後ね、うん、独身仲間っていうことでサポートし合っていきましょうねって言った、うん、その後、うん、一度も連絡すらないその間に我々が思ってたきっとこれからね3人で、うん、ほらなんでお食事会とかもして、うん、お互いでこうシェアし合うと思っていたら、うん、その間に彼女は10歳年下のパイロットとチャンバラしてたわけだよ、うん、いやいや武井さんは言っても誘っても来ないですから、うん女子アナ紹介するって言っても来なかったわけですかその話もそうですけどその話はだってなその話はまだ知り合う前、うん、一度だけ共演した時に、うん、そんなあのメールが来たら、うん、これはハニーの方だっていうことが当たり前だけども、だとな、まあ、2日間ロケをやった中だとしたら、うん、もうすぐにでもあ、OK ですよじゃあもう明後日空いてますよっていう話にはなると思うんですよいやいやいやでもほらねオリンピックもありましたしね忙しかったじゃないですか。いやもうガラ空きでした。ガラ空きでした。はい。なあ、まあ、結構夜空いてたもん。夜ガラ空きガラガラですね。うちらもガラガラですよ。なんの本当に。はい、ねだからなあのロケの後さ、はいはい、いや松本もさ周りの人たちもみんな言ってました。いやのぶちんいい子だっつって。だからなんか本当また手下接待やったらさ、もうのぶちんレギュラーでみたいな話までいろいろあのえのきだあるかもう。他かもうほんま他なんかのぶちんのために、うん、外資系投資銀行の役員をブッキングしてたんですよ、うん、いい子がいますよって言って、おーおーおーそいつ僕と同い年で独身で、うん、誰かいい人いないかなと、うん、でも独身であの本当若い子とかはもうちょっと無理だから、うん、バツイチぐらいで、うん、結婚にこう理想のない、うん、あの現実を求めてくれる、うんうんうん、素敵な性格のいい子いないかって僕は宮崎さんのあのプロフィールとかも見せて、うん、この子どうですかって言ってあの映像も僕見せて、うん、あこの人知ってます、うん、僕大好きだったんですみたいなことで、うん、いつでも紹介してくださいみたいにセッティングまでしてたのにもかかわらずこのニュースですよ俺ぶったまりましたあのニュースこうやってなんかなんとなく SNS 見てて
ピローンって入ってきて、ワオ！どんな旦那さんなんですか？それはそれでね、聞きたいですよ。していただきたい。どんな旦那さんですか？どんな旦那さん？ええ、どんな旦那さん、まあ、まあ、なんかちょっと書いてあったのは玉木宏さんに似ているっつって、あの俳優さんのお前ね、185くらいあってシュッとしてて、イケボイケボね、うん、あんな感じですよね。あのね、それはね、すごい後悔してました。何がですか？本人が。どういうこと？本人が玉木宏に似てるって自分で言ってきたから、私はそれをあの、どういうこと？自分で言ってきたから。そう、だなんか誰に似てるっていう話をしてた時に、なんか自分で、あ、なんかその玉木宏に似てるって言われたことあるって言ってたから、まあなんかちょっとあの記者さんから誰に似てますかって言われた時に、玉木宏さんに似てるらしいですっていうことを伝えたんですよ。本人が言ってるみたいなこと。本人が言ってたんで、私の口から言ったわけじゃないです。実際に、うん、でも似てらっしゃるのか、うん、やっぱり我々も確認したいですね。確認したいですよ。本当にかわいそうですよね、この流れは。お写真とかなんかあるんですか？あとその身長も180何センチとかないの？だって玉木宏さんだったら185ぐらいないとおかしいでしょ。いや、あのそんなね、170ないようなチンチクリンな玉木宏さんが考えられますか？いや、まあ普通身長170センチぐらいじゃないですか。で、玉置宏さんぐらいですか？玉置宏さん名司会の、名司会の玉置宏さんぐらいってことですね。そうじゃないですか。どっちかって言ったら、玉置宏さんかだったら玉置宏さんの方。トリカちゃん。マジですか。このタイミングで。このタイミングでトイレですよ、もう。まさかですよ、ね。すいません。まさか。人がいました、なんか。え？誰ですか、この人。どうですか、マネージャーさん。どうなんですか。どうなんですか。マネージャーさんですか。誰ですか、この人。玉置宏です。え？あ、こんなですか。嘘でしょ。旦那さん。マネージャーさんか。旦那様。うん、出ていいの。出ちゃダメです。出ちゃダメです。出ちゃダメです。もう出ちゃダメです。しょうがないですよ、じゃあ。ごめん、ここ出てます、ね、あ、ちょっと面倒くさいですよね。おかしい処理がね、うん、一瞬だけで、あの、はい、マスクとか取っていただいて一回、あー、そうだ、うわ、あー、すごい、あー、あー、あー、なんだ、ちょっとでも、僕の印象言っていいですか。うん、正直な印象、うん、あ、中川家のお兄ちゃんに出ますよ。もう、もう本当におめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますって言ってるんですよ。あ、あ、もこさん、お前もお前もう本当なんていうの、俺らに見た目がブラザーコンさんみたいな。誰がオンビーロングだよ、バカ。俺がやり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 やチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。